皆さんこんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。じゃ今日も運転しながらちょっと話していきたいと思います。今日はですね、何話そうかと思ったんですが、先日ですね、自分が参加しているテレグラムのグループ、そこでアドミンっていうか管理者をやってるチコピコさんって方がちょっと素敵な動画を貼ってくださいまして、その動画ちょっと自分すごく個人的に好きになってしまって、何回も何回も見てしまってるんで、ちょっとその話をシェアしようかななんて思いました。その話っていうのはすごく金運がアップするんで、ぜひともこう皆さんも聞いたら実践してみてもらえるといいかななんて思います。それで金運が上がったとか、そんな報告があればいいかななんて思うんですが、その方っていうのは滋賀の方に住んでる心理カウンセラーの方で、その方が村上春樹さんの短編小説を読んだ時になんかすごい気に入った言葉があったそうで、その言葉が金はいくらでもあるって村上春樹さんの本で書いてあったそうです。それでその言葉がすごい好きになってしまったんで、トイレに貼ろうか、冷蔵庫に貼ろうか、いつも自分が目にするところに貼ろうと思ったんですが、そうだ、財布に貼ろうってことで、財布に貼ったそうです。関西の方の人なんで、金はなんぼでもあるっていうふうに書いて貼ったそうです。そしたらですね、なんとなんと数日したら大きな金額ではないんですが、ちょこちょこお金がこう入るようになってきたっていうことで、その話を周りの方に教えてやったそうですね。そしたらその中の A さんって方がそれをやろうとしたんですけど、自分はお金もないし、なんかそらざらしいからってことで、そうだ、自分なりの言葉で書いて貼ってみようってことで、その方はお金はいくらでも入ってくるしみたいな感じの言葉を書いて財布に貼ったそうです。そしたらなんとその方は3週間後に303万円を手にしたそうです。そしてそのお話、その時にすごいマジかみたいな感じで思ったそうで、それを心理カウンセラーの滋賀の心理カウンセラーの方に報告してくれたそうで、その心理カウンセラーの方もマジかみたいな感じでびっくりしたもんで、もしかしたらこれはいろんな人に当てはまるんじゃないかってことで、いろんな方に教えたり、それでブログをやってるようで、ブログでみんなに呼びかけてやってみてくださいっていう風に実験をしてみたそうなんですよね。そしたら続々と報告が入りまして、その報告で中にはなんか知らないけど5万円が入ってきたとか、なんか知らないけど昇進昇給をしたとか、なんか知らないけど臨時ボーナスが入ったとか、払えないはずのお金が払えてしまったとか、競馬の好きな方が競馬をやったら万馬券を2連発で当てて2万円が50何万円になったとか、あと接骨院をやってる方はなんか急に売り上げが倍になったとか、あとですね、ヨーロッパ旅行にちょっと貯金を使い果たして行ってしまった方が、なんか会社の給与システムかなんかの関係で急に年収が200万円アップすることが決まったなんて、そんな話の報告もあったそうです。それ極めつけの方は急にその言葉を財布に貼ってから、急にご両親が新築のマイホームを建ててプレゼントしてくれたみたいな、そんな報告もあったそうです。これをその心理カウンセラーの方が財布マジックっていう風に呼んでるそうです。その言葉が その人それぞれその言葉がしっかり当てはまれば、どん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 金運がアップするっていう、そんなような感じの
なので僕も早速、財布に、ちょっと貼ってみまして、それでちょっと今実験っていうか、自分も金運がこうアップすればいいななんて思いながら、やってるんですが、まだちょっと始めて1週間も経ってないんで、効果はないんですが、2週間3週間後にどうなってるのかちょっと楽しみっていうのはありますね。自分はですね、ちょっとノアコインっていうのに投資してて、今度新しくスワップされて新しいノアコインに変わるんで、もしかしたらそれがなんていうふうに思ったりもしてるんですが、ちょっと本当に今金運アップ、皆さんもやっぱ金運アップしたいんで、そういうこともスピラルチュアル的なことかもしれませんが、言葉でどんどんこう運気も上がるっていうふうに常日頃自分も思ってて、ついてるって言葉も使ったりしてますんで、ちょっとその財布に貼る財布マジックもちょっとやってみようと思いました。皆さんももしやってみて、なんか成果があったとか、そんな報告があればすごく嬉しいななんて思います。では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる。ありがとうございます。